どうも皆さんおはこんばんにちは本日もよしひろトークに遊びに来てくださり本当にありがとうございます僕は水泳の指導者という仕事をしながら競泳選手フィンスイミング選手ユーチューバー、時々ポートレートカメラマンとして活動しております今回の動画ではコメント返しをしていきながら課題を克服していく時っていうのは要素別に分けてあげた方がいいよっていうか ことを話していきたいと思いますまず最初にコメント読んでいきたいと思いますコメントの内容はですね日本記録おめでとうございます素晴らしいスタート水中ドルフィンからの浮き上がりそしてスイムですね私は69歳のマスターズスイマーですが麻生さんのような流れるような動作が理想ですが飛び込みの後のドルフィン浮き上がりがうまくできません 入水まではそこそこ綺麗に入れるのですが、ドルフィンにつながりません。どのような練習をすれば良いでしょうかというコメントをいただいております。でまずですね、まあスタート、レースにおいてのスタート局面というのは、飛び込んで、飛び込んで浮き上がって泳ぎ始めるところの15メートルまで、0メートルから15メートルまでを あの、スタート局面って言ったりするんですけど、課題を克服していくっていう風に考えたときは、ここはひとまとめに考えるのはやめた方がいいかなって僕自身は思ってます。なので、もっと細分化して、ま、要素別に分けて考えてあげるっていうのが大事。で、まずはその、 飛び込みですよね。そのスタートの台を蹴って飛んで入っていくところの動作っていう話と、その入水してから水中動作に入っていく。まあ今回の場合だと水中バタフライキックに当たるんですけど、その入水してから水中動作に入っていくまでの こととっていうのと水中動作ここで言うと、水中バタフライキックね。バタフライキックから浮き上がって泳ぎ始めるところの区間っていうのは、まあ、要素としてはもう全然違うものになるので、まあ、ひとまとめにね、考えずに分けて考えてあげると、まあ、どのような課題を克服していけばいいかっていうのも浮き上がってきやすいかなと思うので、今日はその観点で話をしていければいいかなっていうふうに思っております。で、まず大前提としては、その水 中バタフライキック自体は滑らかにやれているのかっていうところですよね。その単体として。単体としてうまくできないのであれば、まあ、もちろんレースで思いっきりとかね、そういう時にはより難しくなりますから、滑らかにキックするっていうのはできないよねっていうことになってしまうので、まずはバタフライキック単体でちゃんとできるかどうかっていうのをチェックしてもらいたいです。で、その入水してからのドルフィン。 ここの流れをね、スムーズに活かせるっていうふうに考えると、少しステップをね、下げて考えていくと、こう、プッシュオフスタート。こうよく練習で壁蹴ってスタートする水中スタートですね。あれで滑らかにやることができるのか。で、その滑らかにできるっていうのは、どこまで滑らかにできるのか。どこまでっていうのは、どれぐらい思いっきりやっても滑らかにできるのかっていうところですよね。 例えば、まあ、マックスが100%だとして70%とか80%ぐらいまでは滑らかにやれるけど90%ぐらいの感じになってくると、まあ、ちょっと滑らかさがなくなってしまうのであれば、まあ、レースっていうのはそれよりももっと大きなね高めのより100%に近い努力量で泳ぐっていうことが多いと思いますんで、まあ、そうするとできないよねっていうことになって しちゃうので、まあ、まずはそのプッシュオフスタートから全力でやったとしても滑らかに水中バタフライキックに移行していけるような、まあ、練習っていうのをやっていく、まあ、具体的にはその努力量を上げながらこうどこでつまずいてるのかっていうのを浮き彫りにしてそのつまずいてる努力量でまずしっかりとスムーズに切り替えられるようにしていくっていうところですね。で、まあ、僕の場合はという話なんですけどその。 毛伸びの状態から水中バタフライキックに移行していくのは何でもって判断してるかっていうと、まあ、壁を蹴ったり飛び込んできたりした時の速度っていうのは僕の場合はバタフライキックの全力よりも全然飛び込んできたり壁蹴った後の方が速度が速いので、まあ、その速度が落ちてきて自分の水中バタフライキックで出せるマックスのスピードと大体イコールぐらいになった時に キックを始めめるってていう,ふうに僕は決めてますで大体イコールになったらっていうのはどうやって判断するのかっていうのは僕は 15m の通過タイムを何回も測定してもらってでそれで決めましたはいなので飛び込んだ後にいきなりすぐバタフライキック始めるんじゃなくて少し毛伸びの時間を作ってみるでその毛伸びの時間を作ってみる時間をどれぐらい取ったら 僕にとっての15メートルは最速になるのかっていうのを何回も何回もいろんなパターン試しました。で、まあ今のところ自分の中では飛び込んで、 まあ少し毛伸びの時間があって、まあそこからバタフライキックを始めていくと、15メートルの通過タイムが現状の僕は速くなりやすいっていうのが判明してるんで、まあそのタイミングでやるようにしてると。で、話は元に戻りますけど、そのプッシュオフスタートで滑らかに切り替えができないのであれば、その飛び込んでから滑らかに切り替えるっていうのもまあもちろんできなくなってしまいますんで、まあ、まずはプッシュオフスタートでの完成度を高めていくと。で、その飛び込んでからの そのバタフライキックに移行するっていうのも、やっぱり話は一緒で、いきなり全力でスムーズに繋げようと思ってもね、なかなか難しいですよね。なので、まあ、飛び込み自体はね、なかなかこう、そーっとやるっていうのが難しいので、まあ、ある程度の速度でこう、ドーンって入っちゃうとは思うんですけど、まあ、その後ですよね。 その後、ドルフィンキックの努力量を少し落としてもらって、その中でスムーズにつなげることができるかっていうのをまず練習していってもらって、最終的には、まあ、レースで全力で使うのであれば、その全力で。 全力の努力量でもスムーズにつなげられるように少しずつ完成度を高めていくっていう流れですね。まあ、僕の場合はそうやってやっていますし、現場でもそうやって指導することにしています。まあ、なので、まあ実際にタイム取ってあげたりとかして、まあ、それだとちょっと毛伸びの時間長すぎるかもねとか、まあ、それだとちょっと短すぎるかもねみたいなね、そのいろんなパターンを試しながら、まあ、その人に とってのそのベストな毛伸び入水してからその水中バタフライキックに移行していくまでの流れっていうのをまあ相談して決めていってるっていう形ですかねでもう一つですもう一つはその浮き上がりの方ですよねその水中動作から浮き上がってくるところ で、この水中動作から浮き上がってくるところっていうのも、ま,あ、まずは、プッシュオフスタートで普段、普段練習している時に、プッシュオフスタートからの浮き上がりっていうのが、スムーズに切り替えることができているかっていうのを、あのー、チェックしてもらいたいですよね。で、おすすめなのはやっぱり、流れを切らないっていうことですよね。まあ、例えばですけど、バタフライキックを蹴ってるところから、そのリズムのまんまバタ足に変換させていく。 とかそのバタフライキックのタイミングに合わせてストロークのプッシュを合わせて浮き上がってくるとか、まあ、そういうところっていうのを、まあ、より普段の練習でゆったりとした速度で泳いでるところから、まあ、毎回毎回それはきちんと合わせるようにするっていうところですよね。で、えー、それをまたレーススピードにどん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 近づけていった時でも同じことができるように、まあ、やっていくっていうのが、まあ、浮き上がりの自分自身がやれること。 自分自身がやれること。で、浮き上がりに関しては自分自身がやれることだけやっても必ずかみ合うとは限らないんですよね。なぜなら、推進があるからですね。推進があるから。で、この推進っていうのも、プールによって違うじゃないですか。その、僕が普段練習してるところは、推進1.2メーターとかのプールだし、辰巳で今回、ニューイヤーマスターズでレースした時は1.6メーターだし、その1週間前の、 東京都新春水泳競技大会は水深2メートルだったので、その水深によってやっぱり床との距離感って変わるわけですよね。で、浮き上がりうまくいかない理由の、まあ、第1位は、このプールの中水面から床の中の、例えばま、水深2メートルだったら2メートルの中で、自分がこの2メートルの中のどの辺にいるのかがよくわからないっていうことが、浮き上がり失敗してしまう一番の要因だと思うんですよ。 だから、普段泳いでるプールと違うプール行くと、いつもは上手にできてるのに、試合会場ではうまくいかないとか、まあそういったことがよく起こってしまうっていうのは、その推進によって距離感が変わるのに、自分自身は何も調整しないからっていうことですよね。なので、やっぱりおすすめは、ちゃんと目で見て確認するっていうことです。目で見て確認するっていうこと。なので、まあ僕が自分のレースがまあ夕方以降だったとしても、割と必ず朝一回プール行って、大会で使うメインプール プールでウォーミングアップするっていうのはその水深の距離感をちゃんと合わせておきたいからですで、これ水深 2m のプールって言ってもねそのプールによってこ床のねタイルの 目の組み方が違かったり、あとセンターラインって言ってプールの真ん中にね、線一本入ってるじゃないですか。あの線の太さとかも競技会、会場によってちょっと違かったりとかするのであ、いつもと同じ感覚で行くと平気で失敗したりすることもあるんですよね。で、現状僕は50メートルという競技、50メートルの 種目をメインにやってるので、その浮き上がりが噛み合わないということが全体の記録に及ぼす影響が非常に大きいので、必ずチェックするようにしてます。なので、まあもちろん2メートルのプールとアクアティクスセンターみたいに3メーターのプールだと、まあ、距離感違うし、フィンスイミングの日本選手権の時とかは横浜国際プールで推進2.5メートルとかだっ でレースするので二メートルと二点五メートルもたった五十センチだけど結構違うんですよねなので必ず目視で確認するっていうのを僕はやってます、はい、大会会場ででレースで泳いでるときは、まあ、それを基準にして浮き上がるっていうねなのでの自分の泳ぎの中でタイミングを合わせるっていう問題とあとプールのこの水深の中での現在地っていうのをちゃんと把握してそのす 最初の1かけ目が水面付近に来るようにしないといけないので、まあ、そこの距離感を合わせるっていうその調整も大会の日にちゃんとやります。はいなので浮き上がり に関しては、その自分自身が動きをスムーズに切り替えることができるかっていう問題と、あと推進の中での自分の現在地の把握っていうのが両方きちっとできてないとなかなかスムーズに浮き上がって泳ぎ始めるっていうことができなくなってしまうんですよね。なので、そのゴーグルによってもね、結構変わっちゃったりとかするんで、そのレースの直前にゴーグルのゴムが切れちゃって、こう慌ててね、四方のゴーグル借りて、 レース出させてもらったことがあったんですけどこのレンズの厚みが違うとこの距離感の感じ方も違うから浮き上がりが全然合わなくてこのキックしてる間に水面に一回浮いてきちゃってそれから泳ぎ始めるみたいなね、まあ、そういうミスをしてしまったこともありますしなので、まあ、自分がね 大会で使う、まあ、ゴーグルとか、まあ、レースで使うゴーグルを使ってその距離調整をしてあげるっていう練習も大事かなっていうふうに思います。まあ、これで答えになってるかどうか、ちょっとね。 わからないですけれどもそれでもまだ何かわからないところがあるという場合はあのコメントいただければと思いますできるだけ対応していきたいと思いますはいちょっと長めに話してしまいましたがいかがでしたでしょうかあのー、課題をね解決しようとする時っていうのはその区間とか要素によって分けてあげるとまあ、どういう練習がね必要になってくるのかっていうのがまあやっぱり分かってきやすいですのでまあ、皆さんがまあ、もし何かこういう課題を解決したいっていう時は要 要素に分ける練習としてまあ、やっぱり紙に書くっていうのが一番手っ取り早くておすすめですよねなんで今回僕もねあのー、ちょっと光で飛んじゃって見えてるかどうかわかんないですけど一応ちゃんとこうやって書き出してまあ、どういうのがあるかなみたいなのをこう書き出して考えてあげると整理しやすいんで もう頭の中で考えてるとね、あれもこれもそれもどれもみんな気になっちゃって、なかなかね、どうしていったらいいのか混乱しがちなんですけど、紙に書くと一発で目で見えるんで、あのこれすごいおすすめなんでぜひやってみてください。はい。スマホのメモ帳とかでもいいかなと思いますけどね、個人的にはやっぱり紙とペンがおすすめかなって思います。はい。では、今回はここまで。ありがとうございました。